一マチョ、二マチョ、三マチョ、四もマチョでゴリマッチョ。どうも、フォルテです。はい。今日は、このピアノを使って超絶、今日は、ピアニストはピアノタイルというゲームをしたとしても、ものすごくできるのではないかという検証をしていきたいなと思いまっちょ。まあね、僕まで行くと、まあゲームセンターとかはほとんど行ったことないんですけど、ゲーセンとかのそういう音ゲー、全然したことないんですけども、まあ、ピアノタイル、スマホでできるピアノタイルならば、ものすごくできるのではないかと思っております。2年前、僕は大学生でした。その大学生の時に結構、そのゲームにハマってやったのを覚えてます。だからこそ言える。僕はものすごくできるのではないかと。超人レベルまで行くのではないかと。さて、見ていただきましょう。それではどうぞ。ピアノタイルの軽く説明をします。ゲームが始まると、ピアノのタイルがこうやって下に降りてきて、それをタッチすれば音が鳴る仕組みで、ちゃんとタッチしないとならないです。で、どんどん速くなっていきます。レベルアップすることに。で、終わるまで繰り返されます。それでは、一番最初の超簡単な曲をやっていきましょう。よーい、スタート。簡単ですよね。まあこれは簡単、みんなもできると思う。速くなっていくんじゃない？よっしゃ。余裕っすね。余裕っすよ。こっから速くなってくる。速くなってきたよ。まだ余裕。いけるよ。フォルテならいける。余裕余裕。いけるよ。早い。やばいよ。間違えた。こんな感じでね、どんどん速くなっていきます。分かってもらえたかな？じゃあ、ちょっと違うゲームやってみましょうか。違う曲。よっしゃー。よし。じゃあ、ちょっと有名な曲いきましょうか。あ。まあ、やっぱりね、だいたい僕の視聴平均回数って言ったら1万5、6000回なんで、ちょっと、さすがに、こういう方いらっしゃるんじゃない？あなたですよ！見てるそこのあなた。そう、あなた。あなた、まだわからないですか？お誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。演奏していきたいなと思いまっちょ。まあこれどこまでいけるか挑戦してみようか。それでは、レディゴー。始めるよ。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Okakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Otosan. Happy birthday to you. Happy birthday. 違った。ゲーム実況の人ってすげえな。マジでこれ喋りながらやるんやろ。Stay to you. Happy birthday, dear 弟。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear おじいちゃん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, にゃん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 。おい、こい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 。まだいけるぞ、俺が。いける。これ結構マジで悔しい。あー。マジで悔しいね。まだいけるんだね。
もうちょっと早いの来るよ。これね、結構意外とずっとやってしまうんだよね。まだいけるぞ。あ、この前俺が弾いたあの曲、ノクターンでいきましょうか。これって簡単やろ。よし、行きましょう。よいしょ、よいしょしょ、よいしょしょ。閉じた途端、リコキタタタタタタ、よいしょ、よいしょしょ。カモンカモン。また行けるぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。絶対いけただろ。手が滑っただけやけん、マジで。ほんまに手が滑っただけやけん。ピアニストならまだまだいけたと思います。僕、いや、マジで悔しいな。俺、めっちゃ悔しがるタイプなの、ゲームとかに。今日はね、こんな感じでちょっとゲーム実況を初めてやってみたんですけど、これで10の2とか引いたらどうなるんやろな。なんか、トララ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 ラ今日はこんな感じで初のゲーム実況をやってみたんですけど、はい。まあね、このゲームやりすぎるとね、目と手が疲れるのでね、みんなちょっとほどほどにしてください。まあ時には楽しんじゃっていいんじゃないですか。これ全然企業案件とかない、ではないので、リンクとか別に貼らないですけど、ただ単に、ピアニストがピアノのゲームをやったら、どれだけできるのかっていう検証をやってみただけなので、ここまで見てくれて本当にありがとうございました。皆さん、グッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。マッチョ！グッバイ！
見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 。マッチョが大好きで。